今回さ、うん、後ろ洒落てるからさ、うん、お前の好きなさ入ってくるパターンでやってみて、うん、そう、それがいいね。なんかいつもな油断してるから俺始まってる時なんかずっとここで待ってたら入ってきて始まってるやんか、うん、ありえんありやんさ、うん、もう一回やるんで入ってくるとこ。いやもう一回やったからやろ別に毎回その入りでやりたいから。じゃあ今回もちょっと最近さ、うん、ちょっと作ってる動画っていうのはあんま撮れてないからさ、うん、ちょっと俺的にさ、うん、不完全燃焼とかそんな感じだけどさ、うん、で今回満を持してさ、うん、藤田金属さんのとこ行ってきた動画をさまとめてやんか。俺らが作ってるわけちゃうやん。作ってるとこを見てただけやん。作ってるところを、うん、見るっていう動画を、うん、ちょっとまとめましたね、うん、一応見ていただこうかなということで、はい、今回も耳4件撮っていいと思いますが、はい、それでは見てくださいどうぞ。じゃあ今から藤田金属さんへ潜入しに行きます。めっちゃいいっすね。もう全部あれですか、フライパンはここで作るんですか。そうもうほぼ一貫生産です。すごいな。ファクトリズム、ファクトリズム。だからここまあ溶接やもうじゃあ全部すごいな。ここで作って、ほんで注文来たらうちは取ってつけて出荷するって感じなんですけど、注文来てから作る感じなんですけど。焼いて、実は鉄って錆びやすいね、はい、このままやったら結構錆びやすいんですよ、はいはいはい、でこれを通常の鉄フライパンは、はい、クリア塗装という錆止めの塗装をするんですよ、はい、でもうちは錆止めの塗装もするんですけど、はい、錆止めの塗装をするパターンとでもう一個焼くパターンと2つ持ってて、で焼くことによって、はい、酸化皮膜っていう、はい、じゃあ錆防止の膜ができて、で2つうちはオリーブオイルで一個一個油になじませる、そうすることで今はこっちの方が大きいと思います。前までは右側と フライパン作ってみたっていう動画やってんけど作っていくのを見てみたいな正確に言うとどうやった？何が？フライパンの動画。いやフライパンどうやった、火のシーンとかかっこいいよな。やっぱ俺火使えへんから。俺なんか火使われへんの、もの作るのに。でも俺地味にあれやからな、アクセサリー作れるから、ね、もシルバー作れへんから。引きでシルバーで言ってさ、なんかそこでさ火使えへんじゃん。使えへんぜ全然。めっちゃ溶かしてるところとかめっちゃかっこいいで、こう、うん、キュッてなるから。今度それオリジナル引きでやる。
オリジナルひっくり返り、でもな、俺最近ここの工房、あのスタジオ作るのに邪魔やから全部捨ててん、バーって。バーの全部捨てた？全部捨てた。いや、あのレンジとかできひん。え？レンジとかその辺 の, あのアルコールラムでできひんわ。え？できるわけないやんけ。ちょっと強めにいいめっちゃ温度上げなあかんの無理やな。700、じゃあオリジナル引き手作れ。オリジナルの引き手作ってくれ。オリジナル引き手っていうか、あのえ、それでもいっぱいは無理やで、めっちゃ高いからな、その引き手。1個だけ引き手作ってみよう。あ、全然作れんで俺。うん、富士呼ぼうかな。誰富士って君。専門学校の道具。あいつの方がうまいね、俺より。あ、めっちゃ器用に作る。え、道具持ってんの、その子。道具多少持ってんじゃん。まあ、ちょっとは置いてるけど、バーナーとか全部捨てだった。え、ちょっと聞いて一回。あ、全然読んだら多分作ってくれん。あ、ワックスで作る方が得意やけど、あいつ今やって、今聞いて。仕事してるわ。で、ちょっとあのその辺じゃあまだ聞いてて、あの俺の引く手日曜ぐらいに会うか聞いて、炎でさ作れるかどうかっていうと、やっぱあの物作りってさ、あの膝のとこもさ、あの俺らと一緒やんか、ストックみたいな作っとって注文入ったら出すって。そう、一緒やっぱ日本製はそういう風に。あの辺やっぱ一緒やじゃん、やること。効率よくしてなかったな。ちょっとなんかあの勉強させていただいて、やり方とか、そうそう、あの今後もなんかあの参考になるけど、まあ、今回に至ってはあのちょオリジナル引き手作るということで、シルバーで、シルバーで、あの、あ、でもシルバー、銀色、まあ銀色やな、シルバー。他の色もいいや、他の色、あれもいけるんです、金もいける、金もいける、金もシルバーやんの、金もシルバーなれへん、金は金、色こ入れるとか、色こったやん、え、あの、洗面塗るときに色こ入れる、どっかたようがさ、あと、だから金は金やで、ピンクゴールドとかもあるし、なんかそんなもんいろいろできんで。あ、マジ、ちょっと今度行くから動画にまとめよう、それ。プラチナもできんで。プラチナいけるの、でもプラチナはちょっと温度強めでいかなあかんからす、あんまちょっと無理だな、実際は。じゃあパッとできるのね、普通のシルバーのやつ。シルバー、真鍮、金やったり全部。あ、パッとできる。めっちゃ金は高なんで、こう引き手なんか作ると何万円のあれ多分。何万円の引き手はいらんもん。ほんまに。だ、高くても数千円引き手とか作られんの、パッとオリジナルで。シルバーやったらいける。あ、そう、今度一回それやる。うん。まあちょっとまだ道具揃えなかったけど、そうなってきたら。うん。まあ、やるやん、別に。あの、火使って。あの、ちょっとオリジナル引き手の話と急に出ましたが、はい、まあ、どうなるかまだ乞うご期待ということで、乞うご期待で、最後までありがとうございました。チャンネルもよろしくお願いします。さよなら。とか言いつつパーカー作るね。そう、パーカー、うん、でさ、何色がいいかなと思ってさ、うん、あのたまたま、うん、後ろこれ赤やんか、うん、赤にしようかなと思って俺。え、何色にするの。いや、分かんない、向こう行ってその赤のパーカー色変えんやな、俺と。おう、俺赤やから、うん、もう赤にしたいんじゃん。一緒やんか。俺はきなりで、うん、中色ぐらいの文字です。えなり、えなり、何色やねえなり色、何色やねえなりって言わんかったこの言ってんよ。えなりでなんて、僕ここがえなりで、どうすんねん、何色想像すんねん。えなり黒じゃない。えなり黒な、わからん。えなり白ちゃん、もしろ、もしろ、えなりに何するって言った。えなりだから、えなり、ここはえなりにして、ここは朱色にしよう。朱色にすんの、ほんだら可愛いかなと思って。ショッキングの色にすんの、お前まだ、ショッキングかどうか誰も想像できないの、えなり色。どうしよう、ちょっと俺ちょっとあの後ろのネオンに合わせてちょっとレッドちょっと考えさせてもらおう。レッドってでもむずいで、ほんま、うん、使い方。レッドに、うん、中はえなり。えなりって何色やん。えなりって何、えなりって真っ黒のこと言うじゃないの。真っ黒か、あいつは。あいつは真っ黒なのか。ちなみに俺、えなりさんと同い年だから。あ、そうなんや。えなりだよ。じゃあ、どうだろう、パーカーもまだあの今週ね、うん、行くんでした、あれ。今週行こう。もう行って、俺はネットであの今すぐ注文すべきと思ってたけど。いや、サイズ感とかが分からへんから嫌やな。ちょっとオーバーサイズですか、流行りの。ちょっと流行りのオーバーサイズにしようと思って。で、ちょっとあの、えなりに、何でした、うん、だから、えなりに中色やってな。中色、うん、じゃあ私あのレッドにえなりにやるでいきましょうか。そうしよう、ね、もう向こうでもそういう店員さんに言おう、そうやって、うん、で、あのどっか行くときはもうそれを制服っていう形でな、うん、うん、あのやらせていただくの。絶対可愛いよな。うん、可愛いと思うな。うん、売り出す。あ、っていうかさっきプレゼント企画、プレゼント企画でパーカーとかもやってみようか、うん、誰が欲しいって感じやけど、ほんまに誰が欲しいって感じやけどさ、あのちょっと仲間感あるやん、うん、わかる。
俺このパーカー着てるの世界で俺らだけやろ、うん、これ新進パーカーでもこれついてたら別にそんなダサくはないと思う、ね、まあダサくないと思うね。ちょっとあのじゃ あ, あのパーカーじゃ あ, あのプレゼントちょっと余分に注文してやってみますか、ね、一回あのパーカープレゼント企画で。それでめっちゃ喜んでくれる人が出たらめっちゃ嬉しいんやけど。でもちょいちょいパーカー作ってくれ出てた音で。あほんま、うん、サイズ感とかは、ね、サイズ何すんの。サイズはもうとりあえずあれなんじゃん M ぐらいでいいんじゃん、うんまあ、オーバーサイズっていうことで、うん、M か何もかで。であの俺のやろとお前のやろやってた、うん、ちょっとどっちが人気かっていうのちょっと知りたいけどそれやろや。どっちの方があの、うん、え何でした。えなりとえなりと中色、うん、白、うん、で私のあれさ赤とえなりえなりですか。えなりって何色なのね中は俺はあれやで、きなりときなりと中色やで。中色、うん、赤とじゃあ俺逆いくわ。赤に、うん、そのきなりえなりえなりですか。しつこいわ。一回なんかちょっと思いついて絵のハマったら何回も使えないでやろ。だからあの逆や、うん、あの背景と逆張りや文字が逆ででちょっとあのやってみて、まあ今週作ってるまあまあ年内ちょっとどっかであのライブコマースで、パーカープレートさせていただこうと思いますんで、もう思いつきやけど今、うん、そんな感じでまた見ていただけると嬉しいです。なんか、ま、仲間感がな芽生えるような。そうやな、日本のどこかで同じパーカー着てるってことめっちゃ嬉しいやん。そんなめっちゃ嬉しいな。まあそんな感じで、仲間増やしていこう。そんな感じで仲間増やしていきましょう、うん、まあ今日はそんな感じでさよなら。最後上がり